はい、皆さんこんにちは、ピカです。ボーダーランズ3やっていくぜ。はーい、まあみあのストーリー関係なくいろんなミッションやって、どんどんまずは暴れたい。ここか。ちょっと待ってね。この弾がもうない。まあこれ、まあ武器こうやってポイントしたら、2の場合は弾もね、弾というか弾薬の残り弾数の左下ね、あそこもね切り替わったんだけど、まあどっちがどれだけどの弾薬の使ってんのかちょっと分かりにくいなこれ。これは、これ6。これか。これを、ショットガンしかないよね。これは、ピストル。A でか。A でか。武器の精度書いてあるところの A で、右の A で、判断するんだね。まあ、この形だったら SMG か。これ SMG ね。うん。こうピストルのマーク。ピストルのマーク。うん。マシンガン。これマシンガンのマークか。わかったわかった。そういうふうに見分けるのか。これスナイパーね。うん、そしたら、まあ、使えて弾あるって言ったら、まあ、レベル4だけど、ショットガンしかないね。これで行きましょう。そういえば、こんな写真を撮られたな。バンディット流の自撮りから随分進歩したもんだ。俺が初めてクランを立ち上げた頃なんて、自分の写真が欲しかったら、顔中に血を塗りたくって岩にぶつけるしかなかったのに。ちょ、待って、これが14しかないのか。あ、マシンガンね、 SMG に交わさないといけねえんだ。ごめんね、ちょっとね、またすぐ慣れるように頑張ります。うん、 OK。 OK、 混沌を喰らえ。取れ。よくできた指名手配書だな。血の手形が綺麗に取れてる。これは2回目の血の報復の時からつけてるんだ。いや、3回目か。2回目は山と戦争した時だった。今も生きてるのはどっちだと思う？山々にしよう。待て、敵回ってんのか。やけどするぜ。待ってー。なんかぶっ殺されろ。ここに武器箱？違うか。なんか音楽までかっこいいくねえか。汗もかかないわ。8-4不要よ。こっちか。で、どう行けばいいんだ、これ。汗もかかずにあなたを殺せるかな。あなた臭いのよ。どっからあっち行くんだろう。こっちだ。まずリロードじゃ。匂うぞ。匂う、本当に。臭い。
よし、レベル7のスナイパーライフルに交わしましょう。パッシーンで、これレベル6をレベル7のなんかあるか。あっと、ショットガンね。じゃなく SMG 的なものはあるかな。これ SMG レベル6、レベル7、オッケー、これでいい。よし、暴れよう。まずこのスナイパーライフルの精度を確かめよう。連射的には、ああ結構いいね。やばい、どこの顔ですか。何匹いんのこれ。誰が誰ですか。お前よいよいよ、どこいた。あ、いた。あ、やばい。あ、これなんか爆発する、しないか。うん、いやー、まだちょっとぐるんぐるんするね。うん、まあまあいい。レベル8、どうだよ。なんだこいつ。これはちょっと揺れを計算して、狙ってもぐにゅっと動いちゃうから、揺れを計算して、写真を欲しがる奴がいても不思議じゃないな。撃たねえと。何せ俺のハイペリオンレッドの X2000 はずり落ち防止ゴム入りで、用の足しやすさも抜群、宇宙一のパンツだからな。ハイペリオンがくれた中で唯一良かったものだ。ダメか。ずり落ち防止ゴム、いいね。ずり落ち防止ゴムだ。こいつが俺の力の源なんだ。よし、俺の正しきバンディットたる肉体の写真が集まったな。チルドレン・オブ・ボルトが像を作るのに使ってる 3D プリンターが近くにある。指名手配ポスターをスキャンして俺の像を作ろう。あっち側か。あ、スキルポイント、1ポイント必要。はいはい、覚えれるようになったぞ。これは敵にステータス効果を与えると近くの敵に拡散する。近接攻撃ダメージが増加。これは、近接よりも射撃ダメージが上がってってほしいんだが、精度が、まあ精度にすっか。うん、精度にしとけ。OK。え？一定のポイントを使用するとスキルツリーの両サイドのスキルが自動的にアンロックされる。はいはいはい。うん。右のね。左右のね。うん。はいはい。で、さまざまな組み合わせ、アクションスキルとオーグメントのさまざまな組み合わせを試してみよう。組み合わせ次第で新たなプレイスタイルを見出せる。いや、面白そう。今ね、これのこと言ってたんだね。これとかね。あ、ちょ待って。これとかね。はい。あは。
できたぞ。皆さん見て、グレネードの代わりにこれとこれがくっついたのか。アクションスキルをファイアダメージに変換する。はい。どういうことだ、わからん。なってるのか。なってるね、一応ね。うん、行こう行こう、どんどん行こう。精度に影響あるか。多少影響あるような気がする。にしてもカリプソツインズは何様のつもりなんだろうな。やっぱり神様か。俺だって君の大胸筋は神だって言われたことあるぞ。ここにいる。時間の無駄。時間の無駄よ。相談数は3発か。この上にいるんじゃねえのか。頼む、造影を送ってくれ。あれだか。オレンジとする。チャラいチャラい。おとなしくしてな。あ、やべ、外した。次に撃てる。やばい、やば。連射速度が異様に遅い。いってー。上か、上だ。当たらん。外れた。ちょっと待って。やばいやばい。なんで止まって。どうだ、あんな遠くにか。よし。あっちか。無駄無駄。何？強い。これ強い。あ、なんだこれ。敵の位置を把握して。よし。止まるな。すげえなー。死んだ。これはダメだ。死んだか。ハイブリオン社からのお知らせです。死は終わりではありません。ようやくなんかレベル差の威力がね、出てきたね。2発か。リロードしとけ。どこにいんの？
まあ前回ぐらいかな、まあレベル2とかでね違っても、まあ普通にいけたんでね、おかしいとは思っていたんだが、うん、普通レベル1違ってもボーダーランズにはね相当きついんですよね。レベル1違ったらね本当きついゲームなんですよ。後ろにいる。やっべえ、せっかくあげたのに、あいつ異様に強い。こりゃ強すぎだろお前。いやいや強すぎだっつの。いやここダメかも。ダメだ、ここあかんわ。ごめんね。死に財布が軽くなる以外のデメリットはありません。そうよ、それが死というものよ。ダメかもって言いつつ、あの、行くというね。それは、僕の脳に、血流が、激しく、向かっているからです。あ、そこですか。わかりました。バクアスはあいつだけでもちょっとぶっ殺したい。あかん、あの弾当たったら本当あかんから、ビビってなおさらあかん。お前のだ。あかんあかん、これあかん。真面目に強い。オッケー。スキルポイントも使うのを忘れちゃいかん。レベル8のシールドか。まいったな、イベントリーいっぱいか。捨てまくれ。俺今レベルいくつ ?7 だよね。もう一匹どこ行った。あ、ここか。あっちか、あっちだ。いや、お前、早いだろ、お前。左にも来た。こいつか。いや、当たんねえし。よし、指名手配書をスキャナーで読み込んでくれ。手順はわかるよな。
さっきのやつどこ行った。あれ死んだの？死んでねえぞ。かすっただけだぞ絶対。何これ、あ、ライフもあった。まあ、これだけずれちゃったならね、今あの電球狙ってるんだけど、これだけぶれちゃったらさすがにちょっと。できたか？うるせえ。いや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 。ねえ。天候そう。もうちょいで私涙。もうちょいでね。ああだよな。知ってた。知ってたか。あのクソすぎるチルドレンオブボルトの像を俺の像に置き換えよう。くれぐれも丁寧にな。分かった。お前なめんな。どんだけどぞあるんだよ。おい置き換える。え、何、あ、ぶっ壊すのか。そしてこんにちは、輝ける黄金のボーン。あ、どこでもいいから3つでいいんだな。3つ置けばいいんだな。この星で最強のバンディットクラに所属してる。ゴークリムゾンレイダース人生最高の日だ。よいしょ、あれいて。やめてー。こっちか。強すぎー。どこどこ全然わからん。強すぎる。よし、あのショットガンダメ。もっと訓練してから来な。まだいんのか。ああ違うか。この上ね。オッケー。引っ込めボケ出すツインズからの俺だ。クリムゾンレイダースがすごい理由がわかるかい。大暴れするが弱いものをちゃんと守る、その一員であることが誇らしいんだ。これでこっちにも、これか。その音最高だ。オッケー、終わった。彼の俺の黄金像を見たら激おこ確実だな。いつかはまたバンディットのボス的なことをやるかもしれないけど、今は君たちとうまくやれてるし、チルドレンオブボルトを叩き潰す生活にも満足してるんだ。とにかく手伝ってくれてありがとう。機会があったらいつでも会いに来てくれ。うん。黄金のふくらはぎ、ウォンと話す。これはまあいい。これもいい。リリスと話す。これだな。これ行こう。どこだ？こっちか。こっちか。どう行けばいいの？あ、こっち行けばいいのか。よし。
これはボーダーランズ1の世界観に似ている。すぐ済むから。すぐ済むわ。トロフィーみたいになってるじゃない。強いじゃない。全然わからないわ。よし、なんか数回これ。グレネード切れてるし。切れてるし、このピカも切れてるし。乗ってことないね。乗ってことないわ。そろそろ弾も切れてるし。ならば、今、これ何？これだから、6、7のショットガン行こうか。うん。こっち何あんの？臭いし、ファイヤー系のショットガンですね。弱っ弱っ。くっさ。よし、どこだ。車で行った方早いか。おいって左か。事故ってるし、こっちか。ピクに繋いだか。よし、デジタル拷問部屋に行って助けてやってくれ。デジタル拷問部屋？俺か、これか。シミュレーションの中に入ったぞ。どこかにピクがいるはずだ。彼女を見つけて救出してくれ。ビクをエグジットコンソールに連れていくんだ。そうすればこっちで肉体が再構成される。最高の仲間を元に戻してやりたいんだ。ところで、奴らが彼女をアップロードした時、最近の記憶が断片化されたみたいなんだ。それを見つけてくれ。目覚めた時に自分を思い出せるようにしてやらないと。記憶断片1。調子はどう？私？最高にアホなボスボーンがやっとまともな判断をしたよ。私をサンスマッシャーの戦闘主任補佐にしたんだ。サンの池に腹打ちダイブを決めたヘッドチーズの後継者ってわけ。ヘッドチーズって言えばあいつのパーティーは最高だったね。ボーンもまあまあだけどヘッドチーズって選べちゃうと。止まって。全ては私の手の中。それをこれちょっと待って。金玉よ、決めない。
このブレはほんとシャレにならん。よいしょっと。あかん。さあ戦いの時間だ。待て待て待て、楽勝。タイミングが取れる。これやっぱシールドなのかね。うん、シールドっぽいぞこれ。あんたはおしまい。そうよ。いやー、これスナイパーの練習しようとしてもどうなんでしょうね。こんなブレるやつで練習して意味があんのかどうかいう感じです。ようやくこう合わせれるか。いっぱい来た。今生きてる。この時は金玉や。はい、止まれ。それはこっちのセリフよ。いっぱい出てきたね。まずあいつをこうして、でアコに1匹いる。よし、よいしょ。はい、そのまま。はい、そのまま。どうでもいい。どうでもいいよ、お前は。どうってことないね。よし、こっちにまたエコあんのか。記憶断片に。ねえ、私聞いてよ。今日砂漠でエイリアンの作ったすっごいブツを見つけたから、うん、チルドレンオブボルトに売ろうと思って持って帰ってきたんだ。あいつらエイリアンが作ったものならいつだって買ってくれるからさ。すんごいブツってなんだもん。笑いが止まんない。ちょっと待って、スナイパーライフルの弾が外れすぎて一発しかねえよ。ショットガン、 SMG はちょっと溜まったかな。うん、溜まってるっぽい。レベル6。よし。あ、これか。あ、これでもちょっとなんか見やすいかも。
ちね。記憶断片さん、やってらんないよ私。ボーンに例のエイリアのあれを見せたらすっごい慌ててさ、隠せって言うわけよ。はあ、チルドレン・オブ・ボルトに売ればクラン全員が何ヶ月もバーキッドキャビアを食べられるってのに。売らないなんて言ったら私がみんなから恨まれるっての。最悪なアホボス、クランのことを何にも考えてない。許せない。記憶断片4、やるよ私。マウスピースってやつがエイリアのあれを欲しがってるのに、ボーンは売ろうとしやがらない。マジやるよ。いや、なんだこれ。あれだぞ。誰のことだかわかるだろ。私記憶を全部集めたか。俺も聞くのが楽しみだよ。リクとは息ぴったりで、やべ、いつも支え合ってたんだ。俺の大親友をシミュレーションやべやべ、やめて。このマシンガンさ、バーストか、ここダメ。このバーストをデッキレ却下。これピストル、うん、これちょっとポンピングホッピングするけど、まあいいか、こっちもいいわ。やべえよ、やべえ。これはあげんといかん。黙ってな。今なんかしたっけ。わからん。なんしたっけ。レベル7か、これ7は強い。あんた見て、開始だ。やべ、強いやつだね。え、どこ？これか。なんだこれ、なんしてんの？これは現実じゃない。一緒に来な。無理だよ、出られやしない。またあいつに腕をもがれちゃうよ。死ぬほど痛いのに。あ、首だけなってたやつか。わけわかんないよ。もう50回くらい繰り返してる。捕虜から離れろ。あ、やめろ。弾入れてない。逃げろ。まずは逃げろ。大軍来た。弾切れだから、これをマシンガンにかわすんだが、さっきのポンピングはやめろ。待って、 SMG でいいよ。これいらん。ゴミにしとけ。
レベル6マシンガン、まあ SMG でいいわ。近くにいる。あいつちょっと待て、ほんとぶん殴りたい、玉切れ。レベル8使えるようになったぞ。よし、レベル8のショットガン、マシンガン、いらんやつゴミにして、ちょっとちゃんと分けよう。で、これとこれ買わせで、これをお気に入りにして、レベル8スナイパーライフルなかったか。その前にレベル8のグレネードとシールド、シールドこうグリーンか、オッケー。よし、レベル8のスナイパーライフルなかったかな。ないのか。スキルポイント、近接ダメージ増加、いい、いい、ここでいいわ。嘘。どういうこと？弾撃ってんのこれ？ショットガン。おいおい、弾撃ってんのかな？あ、なんだこれ？溜め撃ちみたいの？へえ、そんなんあるの。それはいい感じ。あいつを殺したのに、一体何がどうなってんのさ。もう全然わかんないよ。俺もわかんねえよ。ここじゃ時間の感覚がおかしくて死ぬこともできないんだ。変なことばっかり。もう何がなんだかわかんないよ。ここから出して。何言ってんの。これで、
このショットガンもういいから、ショットガンじゃない、スナイパーいいから、これね、バーストか、これもバーストだよし、どこ行った、こっからか、違うな、ここでいいのか、ここ降りてか、ここ降りて、こっち行くのか、あれ、あ、こっちか、ぐるっと回んのかな、あ、ここか、まあ息切れみたいのなんかしてるけど、キャラクターね、まあ3ほど、あ、3じゃねえ、2ほどはあ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 言ってないね、うん、ガラクスタ偽物め、うん、ボーダー、あの敵でない時は全然出ないね、ボーダーというか、こうなんか今作、あ、こっちか、おう、戻ってきたのか、どんな顔してんだ、ああ、ご苦労様です、悪夢だった、助けてくれてありがとう、助かったのか、生きてたんだな、もう多分定期上はね、ボーンが私と話してる、ボーン、その私は大バカだったよ、チルドレンオブボルトはイカれてる、仲間になろうとした私たちを殺して拷問したんだ、殺してから拷問だよ、ビク、君には心を入れ替えてもらわなきゃならない、
さあ、ごめんなさいの腕立て伏せ100回だ。それが済んだら来るといい。俺たちの新しいクランに。どう、クリムゾンレイダース。クリムゾンレイダース悪くないね。まあ、腕立て伏せよりはマシかな。ああ、そうだ。あんたは命の恩人だね。これ、あの終わりのないデジタル牢獄でかっぱらっといた銃、あんたにあげる。銃？好きに使って。うん。うん、ギクシャクするね。レベル7のスナイパーか。いいじゃん。私ずっと自分の時間が欲しかったんだよね。まさにこれ、うん、気に入った人と一緒にいられる。うん。あんたは私？私があんた？うん、知らねえよ。変な感じ。頭がおかしくなったみたいな。うん、まあ、あんたは頭ないけど。あんたに食事って必要なの？必要です。私が生きてられるのはケースを満たしてるこの何かのおかげだと思うんだよね、うん、だって胃も腸もないんだし。でも舌はあるね。お肉の汁をちょっと垂らしてくんない？お肉の汁？なんか理想の暮らしっぽくない？何汁だよ。拷問装置につながれて延々ひどい目に遭わされたのも今になって考えれば安い代償だったかもしれないよね。イエーイ、うん、ハイタッチ。はいはい。それ笑えないから。な病院行った方がいいと思います。そうだね、確かに。ごめん。うん、そうですね。はいはい、ご苦労様でした。はい、気をつけて行ってください。はいね。はい、それでは今回はちょっとねボコボコになりましたけど、ここまでにしときます。次回はねメインミッションの方、リリスと話す、やっていきましょう。またね。